どうも、占い師のゲッターズ井田です。アシスタントの奥万です。さあ、本日は青森県20代前半女性ウーさん。はい、ありがとうございます。ウーさん、いきますよ。現在地方の看護師として働いています。勤務期間は現在1年半です、はい、仕事をしていると周りに比べてミスが多く自信がなくなってしまいました、はい、人手不足から残業時間は月60時間ほど、毎日がヘトヘトです。アドバイスの中で関東に出た方がいいという意見もありました。人も多く、田舎と都会で環境が違うため新しい道が開けるのではないかと助言がありました。この助言がとても頭に残り、関東の方へ転職することを考えています。都会への転職は人生の好機となるでしょうか。明るくニコニコ笑って仕事をしている自分になりたいです。へー、でも人生に一回は東京出てきたらいいからね。ああ、確かに。俺大学行く時に言われたから、先生に。僕田舎の大学行ったら、田舎行っても意味ないよって言われて。田舎もんなのになんでもっと田舎行くの。え、静岡からどこ。静岡の、まあ、岩田のさらにもっと田舎だから、はい、田舎に住んでるのに、そこからあの北半島のめちゃくちゃど田舎に行った、はい、田舎からさらにもっと田舎に行っちゃったの、うんうんうん、何にもないの。もともと仕事も何もないんだけど、うん、ただ環境似てんのよ。何もないから別に、俺は別に居心地よかったけど、先生言ったのは、若いんだから東京、まあ名古屋とか大阪、東京行った方がいいよって、学べることがすごい多いからって、そんなことねえよと思って。言うこと聞かなかったんですか。聞かない俺は。もう高校の時の先生が全員頭おかしいと思うよ。聞かない俺は。こんなクズのみたいななるわけねえと思って、はい、先生は常にバカにしてたから、はいはいはい、すげえ嫌な生徒会長だったから、生徒会長なのに 人と先生としか見つからない人だから。とにかく飯田と絡むと先生がめんどくさいってなぐらいでしたから、もういい、めんどくさいからもういいよって言うんで、めんどくさいを押し付けることによって意見を通すっていう。やばいですね。嫌な高校生だ。やばい先生。それがこんな立派になられてね。すいません、先生失礼しました。お世話になりました。あと先生の動画で、うーちゃんの動画です。うーちゃんでした。うーちゃんはどうですか、はい、関東に出た方がいいですか。はい、では、うーちゃん見まして、はい、2019年、今年か、2年後、は、関東出てきた方がいいです。都会がもともと向いているところ、まあ、あと伝統文化のあるところはいいんですが、まあまあ別に地元が悪いというわけではないんですが、どちらかで一回出た方が、仕事的にはいいと思います。ただ、東京のハードだからね、ある種。もう仕事によるけど。看護師。うん、看護師だったらいいんじゃないですか。地方、田舎とかとまた違うシステムであるので。ただ看護師さんをこの前聞いたら、東京の給料意外と安いってと。人がいるからかな。そう、いるからだって。代わりがいくらでもいるから、意外と安いってと。だから、埼玉、千葉、神奈川とか、東京のか、東京のちょっとずれたところの方が、そうか。意外と。か、あとは美容系に行って多いです。美容。美容系。看護師さんの中でも、その、ちゃんとしたその病院ですけど、その耳にかかるものを募集したりするんで、そういったものに行ってみると、いい勉強になったりすると思いますんで、できれば今年一気にもう動いてきた方がいいと思います。今年動く。はい。はい、なるほど。はい。ください。以上、ゲッターズでした。奥万でした。